去年のグランプリ走り終わってからまだ1走も走ってない中での1位の結果というのは、まあ、自分でもとてもびっくりしています。自分は、まあ、競技をメインに、まあ、やっていたんですけども、その中でも自分が特徴的な、まあ、トップスピードと、まあ、そのトップスピードを維持する持久力が、自分の持ち味だと思ってます。オールスター競輪は自分が、初めて G1 を取ったタイトルなので、まあ、その、取りたいという特別な気持ちは、ものすごくあります。オールスター、ファン投票1位になった、まあ、期待もものすごく大きいと思うんですけども、まあ、その期待にしっかり応えられるように、全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。